アート・ド・ビーブル、それはフランス語で自分らしく生きる美学のこと。それを貫き芸術的な生き方をしている人たちに出会った。これはね、私が中学生の時に地元の合唱団を聞きに行って、あまりにも感動して、最後にアンケートがあるときに感動しましたって言って送ったんですね。将来自分の合唱団を作って、この吉田さんの曲を歌いたいですっていうのを言ってたんですけど、本当にアブリコで歌わせていただくことができたんですよ。でこれ去年ね、彼女がパリに作った日仏の合唱団は2022年10周年を迎えた。この宝ですね。でこれがみんなね、私に指揮棒を、指揮棒使わないんですけど、歌の時はだけど送ってくれたんですね。指揮者めっちゃね、ありがとうございますとかね、過ごしてるんです彼女はご主人様とアンアンに登場したことがある猫のリリーちゃんとパリの郊外に暮らしている。彼女が夢を叶えるためにパリでゼロから築き上げたもの、それがこのアブリコ合唱団なんです。昨年の秋にコンサートを拝見してから、今まで持っていた合唱のイメージがガラッと変わったんです。のびのびしていて楽しそうで、普通の習い事っていう感覚ではなさそうなんです。Je connaissais personne. Du coup, j'étais tout seul en France et j'ai fait une amie et elle chantait dans notre chorale. Du coup, j'ai assisté à un concert et c'était magnifique. Mais ça m'a donné trop envie de chanter et je suis venu et c'était, ça, c'est devenu une famille pour moi. 合唱で人生が変わるんですか？まあ、とても和気あいあいです。できる範囲で、できるレベルでいいよっていう。で、仕事以外の、仲間がいる場所が見つかったっていう感じですね。長い友達が合唱を始めてから性格が変わったねって、よかったねって言ってくれるぐらい。本当、ものすごく家に閉じてたものが解放されました。Et bah pour moi, Abricot, c'est moyen de conjuguer deux passions, le chant et le Japon. Kyori-san は僕の日本語の先生だったね。Abricot 合唱団に作りた時に一緒に歌おうって。だから、ああ、いいアイディアと思ったから、だから僕は。もうずっと何年前から、7年前、7年前にアブリコに入られて、ね、第1号結婚カップルなんですね。こんなに嬉しいことはないです。アブリコのねとこで2人が出会い、今子供も生まれて、もう本当に嬉しい。アブリコファミリーが本格的になった感じ。本当に私たちもまるで大きな家族なんですけど、本当に家族もできちゃった。もう京里さんがああいう性格なので、もう毎回の練習がとても楽しくて、むしろ苦じゃなくて気晴らしに行きたい。はい、もちろん。ハロー、オージュディベンジャミン・アイル・ケルク・シューザル・プティアノスタン。ハロー、ビアンビアン。アベキトゥー、ヌズアテンドン・アン・アンファン。また違うアブリコカップルがここにいますね。赤ちゃん、わー、おめでとう。まるで子供たちの幸せを喜ぶお母さんの顔になっていた。バナナ食べてたの？うん、なんかもうね、バナナが肩に大きくなって来ましたけどね。だから悪運が強いんです。だから誰もがみんなもうダメでしょうって、死にますって言われて、実は2ヶ月早く生まれてしまい、超未熟児だったのです。子供の命を諦められなかったご両親が人命辞典からある伝説を見つけました。疫病で次々と子供が死んでしまう村に杏の木を植えたら子供がみんな助かったという。その伝説のあれが杏の里っていうので、もうそのまま里をつけて杏の里っていう名前のおかげで、だから私合唱団を作る時に杏が
合唱団にしようと思ってアブリコを結構ダンディングでフランスのマチルダチャンネル。アブリコ合唱団の他に公立のコンセルバトワールでも合唱を指導している。またソプラノ歌手として培ってきた技術をこの劇場でも教えている。そうなんです。どこの筋肉を使うとどこの筋肉が下がってこうパパッとなってこうやって声が出るというクラスなんですね。どうやってこうやってあの私たちがこのように楽器になるとか、ね、そういうクラスなんですね。じゃあちょっとあの試しに行きましょう。いい声ここいらないんです。このシステムだけ知りたい。でここからここに瓶があると思って例えば、ね、それが何から声が なかなか難しかった。私の周りに芸術を職業としている人がいないので仕事についてどう考えているのか気になった。始めるときにこの音楽だと食べれないからやめようとかそういうことは一度も思ったことないんです。普通でも止める家庭もあるじゃないですかね、うん、うちはだからみんな芸術家関係の家ですけど別にそれこそだからといってお金があるわけじゃないからやりたいんだったら自分で何とかするってことです。会社員経験しかない私にとって何か自分で仕事を起こすということは起業することと同じだと思っていたのだけど彼女にとっては意味が違っていた。でもそんなことはもう聞こえないんですよ。やりたい人間にとってはじゃあその覚悟があるかないかだと思いますよ。出発点ができるかなとかこれで食べれなかったらどうしよう失敗してくるとねまず考えてないですよ。普通考えないですよ最初。いやだからそれはそれほど好きじゃないんです。だから私それこそ今音楽で食べていけてますけど最近ですよ。音楽だけで食べれるなんて本当に。だけど私にとって音楽はやめるやめないの問題じゃないんですよ。私のもうそのものなのでやめるなんていうのはありえない。私だったらこれがやりたいとかこれが自分だと思うものに全力で突っ込んでいけるだろうか。全く収入にならなくても認められなくても続けていけるだろうか。日本語教師それでなったんですよ。これはやっぱり一つの生活の手段としていいと思ってでそれは今でも続けてるしね。今は音楽の仕事が忙しくなったのでどうしてもレッスンを続けたいという昔からの生徒さんだけに教えている。初めから完璧をしかも望まない。もう好きなだけですからそれはもうその情熱のままに突き進むけどそれで食べていけるかどうかなんていうのは考えませんよ。まずはもうやってみるとか言うんじゃけどもう気づいたらやっちゃってるやってみるじゃないの。そうですよ。で例えばアブリコ合唱団だって今はね30人ぐらい団員さんいてちゃんとお月謝とかいただいてそれなりにねできてますけどそのアブリコで食べていこうと思って作ったわけじゃないですか。で今例えばアブリコが10年やってても団員さんが10人しかいないとか4人ぐらいでやってるとか言ってても私はやめませんから。団員さん減ったらどうしようとか全く思ってないんですよ。アブリコ合唱団がこれから何人増えていくか分かんないしまた減っていくかも分かんないけど私はそこを重要視してないんで。彼女は過去とか未来のことは全く考えていなくて今を生きているんです。7月13日フランス革命記念日の前日この日は美術館のイベントに参加するためパリのケ・ブランリー美術館に集まっていました。ここでフランスで制作されたジブリ映画をテーマとしたタペストリーが公開されその記念にジブリの曲を歌ってほしいと依頼されたのでした。野外の広い会場で音響のチェックに客席を移動して確認します。開演前にはメンバー一人一人に話しかけみんなの楽しい思い出がまた一つ増えるように緊張をほぐして回っていました。ヌストムコハ
parle franco-japonaise. Père d'Abrico. Et on va chanter ensemble tout à l'heure. Alors, on commence. Vous êtes prêts? Oui. で私一人で始めたので、うん、全然人はアブリコ合唱団いなかったんですよ、うん、で最初だから3人とか4人とかで合唱団なんですけど、それ全員ソリストみたいな感じで最初すごい楽しかったんですよ。みんな日本人の人帰っちゃうし、でも今ねそういう人たちも日本でアブリコがね散らばって全国に日本支部で飲み会やってるみたいな本当そんな嬉しいことはなくて、で皆さんねこの時期にいましたっていう人が例えば出張でパリに戻ってきて、うんうんうん、みんなね顔出してくれるんですよ。でみんな知らない人がいるったりするんだけど、もうねほとんどね何にも変わらないの。それが私一番の喜びですね。うん、一つのね、そうなのそうなの通ってる。そうなの、まあそれはだから歌の魔法っていうか、一度一緒に歌うと同じ釜の飯を食ったじゃないけど、アブリコっていうので一緒に歌ったっていうので、うんうんうん、もうみんな本当にね家族みたくなってて、でパリに戻ってくるとパリアブリコがあるみたいな、そんな感じで帰るとこがあるっていいですね。うん、もう本当にねもう嬉しくて、やりたいことを諦めないで自分の希望に向かって日々やることを